いやー、皆さん元気されてますか？うさぎでございます。ということで、皆さん見ました？マッシューさんが復活しておりましたよ。もう全部見ちゃったんですけど。一応、いいねとリツイートだけしときました。僕も結構アンチの方々にですね、見られてるってことなので、彼にね、迷惑かからないようにするためにはですね、いいねリツイートにしておくべきか、いい方がいいかなというふうに思いまして、本当はね、ツイートしたかったんだけど、なかなかあれだったのでね。一応概要欄の方にマッシューさんのですね、動画のリンクをね、貼っつけておりますので、日曜日までというふうに、公開は日曜日までということで言っておりますので、ぜひ皆さんこれ見ていただければいいかなというふうに思っております。と、同時にですね、アンチの方々が昨日出した動画に対してですね、苦言っていうか、自分の発言ばっかりしか、投げてはないんですけど、コメントがありました。で、一応全部読ませてはいただいたんですけれども、あまりにもですね、自分本位に身勝手に答えを書いてくださってる人たちが多かったので、一応言わせていただきますけれども、まず、今一番ですね、やらなきゃいけないことはみんなで作るとの債権です。債務権です。ね、破産の申請が通ってるんだから、無意味にですね、ユースフェスティバルだったりとか、ね、今回持ってる、ね、なんかブースのグッズですよね、物販だったりとかっていうね、ものがあるんだったら、破産管財人にきちんと許可を取って、そういったフェスティバル、イベントにですね、参加するんだったら、まだしも、今回の件に関してですね、全くその件、森下さんだっけ、名前忘れちゃったけど、管財人の方が知らなかったとかね、支持者の方々のですね、確認を取った上でですね、僕は動画を作っておりますので、そこはちゃんと言わせていただきますし、もっと言うとですね、勝った負けたの話じゃないんですよ。この件に関しては。皆さんが、大津さんの支持者であることはね、間違いないと僕は思いますけれども、ですね、第三者に被害が波及してるわけなんですね。それは柴田さんもそうだし、マシューさんもそうだし、特にね、NHK から国民を守る等にですね、自分の財産のね、一部を付託してですよ、貸し付けを行った上でですね、なんていうのかな、今回破産の新人という形になってしまったっていうのは、あまりにもですね、僕はその第三者の人たちに対してですね、大津さんがやってる行動っていうのは、なんていうのかな、一つ言えることがあるとすればですね、不誠実だというふうに思っているので、言及してるに過ぎないんですね。で、立花さんが負けたとかって言ってますけれども、彼は、今回の判決を受けて、前に進みますっていうふうに言ったに過ぎないんですよ。ね、今回の判決を受けて、ね、負けたのは負けた。判決によってはね、棄却されたから今回は負けたっていうことを認めてるのに過ぎないので、ね、で、それで前に進むっていう動画を出しただけなので、動画ちゃんと見ましたっていうか僕の動画。自慰行為をするのはやめてください、コメント欄で。なんかね、気持ちよくなってる人たちすごく多かったですけれども、まず僕が言いたいのはですね、その第三者の被害を波及してってる中で、その被害をある程度ですね、なんていうのかな、少ない金額でね、被害が少ない金額に収めるっていうのが一番大事なことであり、両者それで合意するべきなのにもかかわらず、大津さんが第三者に対してですね、そういった内容についてを言及しないことがことの発端ですからね。はい。最後まで動画見てください。僕に関してはそこに関してもちゃんと言及しております。ね。で、いろいろとブースの関係でね、物販だったりとか、その他もろもろね、関西に許可取ってんのかどうなのかとかね、ユースフェスティバルの関係でですよ、種類の関係とかっていうのを持ち込み厳禁だとかっていう風にね、注意喚起されてるでしょ？結局あなたたちがやってることっていうのは疑惑がね、いっぱいいっぱい出てきてるわけなんですよ。それなのに、勝った負けたの論争をするっていうのが僕からしてみたら、この人たち本当に、なんていうのかな、他の人のことを考えてないな、第三者の人たちのことを考えてないな、それで選挙で勝つってどうなんだろうっていうふうに思ってしまう次第でございますね。皆さんそこについてちゃんと言及してくださいね。はい、ということで読んでいきましょうか。立花隆さんですね。最高裁をまで争う意向ということで、この件についてもう一回触れていこうかなというふうに思ってます。判例に持っていくべきということで、民粛党代表権訴訟、国政政党のあり方を問うということでございます。政治団体 NHK から国民を守る党のね、立花党首が22日ですね、国会内の会見でみんなで、作る党のね、代表権を争う訴訟の関係ですね。東京地裁21日ですね、立花さん、斉藤健一郎さん、参議院議員のですね、請求を棄却したことについて、やっぱりね、判例を持っておくべきだろうということがすごくあるということで、高等裁判所、最高裁判所に審査していただく必要性があるということで話されました。最高裁まで争う意向をね、明らかにしたということでございます。で、斉藤さんがですね、民粛党の代表者であるですね、大津彩香さんを相手取ってね、代表者の変更に称するですね、書面の作成だったりとか、交付などをね、当権を求めた訴訟については、2023年の3月の29日に、政調等が開いた緊急記者会見の関係で、大津さんが辞めるとね、代表を辞任するといった発言を有効性が焦点となっていたということなんですね。で、アンチの方々、この件について、全然言及がなかったですよ。立花さん負けるって言ってますよって。だからタイトルだけで、多分、判断してるかもしれないけど、
彼は彼できちんとこの件について言及して、よろずニュースさんがこれを取り上げてるわけなんですね。そのことの結果についても全然もう取り上げてないんですよね。で、前の話を言ってる人たちも結構いるじゃないですか。いや、控訴しないとか言ってたじゃないかとかって言ってるかもしれないけど、いや、国政政党としてのあり方を問うから、こういった判断をしましたよっていうことで、よろずさんが取り上げてるわけじゃないですか。ね、ね、それでなんか言ってることが違うとか、やってることが違うとかって言ってる人たちすごくいるんですけれども、そんなこと言ったらよ、今の自民党の議員たちだったりとか、参政党がやってることだったりとか、日本維新の会がね、大阪万博の関係でね、なんだっけ、建築費増額に関してもさ、ちゃんと言及すべきですよ、皆さん。そうでしょ？なのにもかかわらず、NHK 党が嫌いだからっていう理屈で、言及するっていうのはあまりにも不公平で、あまりにも国民のためを思ってないですよ。もっと言いますよ。あなたたちは日本国民なんだから、日本国民のためになるべきことをやるべきだと僕は思うんですけれども、その手の、なんか既存政党を批判しないでですね、NHK 党ばっかり批判してるっていうのは、あまりにも、なんていうのか、日本国民なのかどうかも怪しくなってきますよ。だから言ってるんですよ。僕は、まずですね、なんか日本保守党だったりとか、日本維新の会だったりとか、国民民主党だったり、立憲民主党だったり、言及してるわけじゃないですか。それはなぜかって言ったらですね、政治系を取り扱ってる人間として、国民の代表者である国民としてですよ。ね、もうこれ、皆さん憲法で保障されてますからね、ちなみに言いますけど。国民主権であるこの国にとって、政治を批判することは妥当であり、で、各政党一部一部をですね、間違ったミスがあるんだったら、それを言及するのが正しいことだと思います。だけれども、あなたたちがやってるのは、一政党に対して言及してるのであって、それでね、自意行為的な快楽を得るのは簡単、なんていうのかな、まあ、別にいいですけど、ちゃんと、じゃあ、政治にね、政治リテラシーが僕たちにはあるんだっていうふうに自負してるんだったら、ちゃんとそこについても言及しましょうよ。ね、これで日本変えていくんだっていうふうに思ってやってるんだったら、多くの人たちのためになってるかもしれないけど、今あなたたちのことしか解決してないですよ。アンチの方々に言わせてもらうと。そこ解決しようと思ってるんだったら、きちんと他の政党についても批判するツイートを上げてください。コメントについても言ってください。そのことについて僕はちゃんと動画上げてます。そのことについてコメントしてくれてる人たちいませんよね。だからあなたたちは他の人たちから支持を得られないんですよ。わかりますか？ちゃんとそのことについて言及してください。国民なんでしょ？ね。やってることがあまりにもですね、身勝手で自分本位でありすぎますよ。だから人のことなんて、だから僕ね、アンチの人たちに言いたいんですけど、批判するのは別にいいんですよ。ね。批判すべきことは批判すべきだと僕は思うし、あなたたちの言い分に関しても聞き入れます。それは全然聞く。だって、それはチャンネル運営主である僕の立場をちゃんと分かった上で批判を受け入れる必要性があるからです。それはそうでしょ？言論の中で間違ってることがあるんだったら、そのことについて議論し合うっていうのはすごく大事だと思います。けれども、あまりにもですね、一個のことに対して激上する人たちが多すぎる。その他にも議論しなければならない内容はいっぱいあるし、それについて僕はちゃんと取り上げて動画にもしてるのにもかかわらず、その一部の動画しかコメントしてないのは、アンチとして、その政治批判をしている人間として、あまりにも身勝手だというふうに僕は思ってしまうんですね。いや、だって動画上げてるんだから、他に日本保守党だったりとかさ、国民民主党だって翼の党だって言ってるわけじゃないですか。そのことについて言及してませんよね、皆さん。してくださいよ。いや、それでこそ政治でしょ？それでこそ政治ジャンルをね、取り上げてる、この、ね、なんていうのかな、うさぎさんが動画上げてるんだから、そこについてもね、今回、一つの判決が出たんだったら、そのことについてどうだこうだっていう話ではなくて、他のことに関してもですね、言及し合えるようになりましょうよ。ね。そうすればさ、それこそ、なんていうのかな、いい日本がね、作れる要因の一つになるわけなんですから。なんで NHK 党ばっかりこの人たちは言ってるんだろうな、とか。なんかこれ自民党の批判、なんか支持者の人たちとね、同じことやってますよ、あなたたち。自民党はいい党なんだとかって言ってるけど、35年間どうたらこうたらとかって言ってさ、結局自民党批判の動画を上げたらさ、そのことについてしか言及してなかったりとかね。いや、ちゃんとやってよって思うよね。他のことに関しても、他の党に関しても言及し合えるようなね、なんかいいチャンネルを作りたいので、そういう形でね、一個の動画だけね、言うのはやめてください。はい。他の動画に関してもね、批判してください。ね。はい。ということで、2023年の3月29日ですね、政情党が開いた緊急記者会見の関係で、大津さんが辞めるという話でね、焦点になっておりました。判決に関しては、大津さんが代表権がない、当初を続ける代わりに、月100万円の給与を支払うということで、これ判決文読んだんですけど、書類ができてないからっていう話をね、結構、佐々木さんだったかな？裁判官の方が言われてたんですけども、じゃあ、一般的なね、労働裁判の関係とかで、もろもろ言われてるですね、例えば辞職します、退職しますって話になった時に、退職しますっていう発言から書類作り出すわけじゃないですか。
で、その書類が交付されてないのにもかかわらず、これは有効性が認められないっていう話。じゃあ、普通の一般会社と、一般の会社とね、照らし合わせてみて、どうなんだろうとかっていう話がね、まだそこについての言及がまだされてないんですね。なので、あ、これは別に高裁持ってって、まあ、なんていうのかな、保管する内容っていうのを、例えばなんですけど、判事がその件に関して結論を出したんだったら、その件の、なんていうかな、検討してそれが否定されてるっていうふうに、今回佐々木さんね、裁判官の方が言ってるわけですから、それを保管する証拠を持ってって、高裁に上げていけばですね、立花さんが勝訴する可能性、というか、まあ、判決が覆る可能性も十分にあるっていうふうに、判断することができますよね。ね、そのために最高裁判所と高等裁判所って存在してるわけですからね、皆さんね。よく覚えててください。三審制ってそういうことですからね。大前提として、そのために存在してるわけですので。ね。で、いうことなので、なんか、立花さんがそう言ったんだったら、別に高裁持っていけばいいんじゃねえのっていうのが僕の意見です。はい。ね、ことで、無条件で、代表を辞任させるっていう意思表示を示したと、ね、意思表示をしたと認めることはできないとしたと。またですね、大津さんに関しては解任したね、2023年の4月の6日、党首役員会でですね、役員の半数を少数をですね、まあ、書いている状況で、党規約でも役員会の決議に関しては当初解任できないと指摘されております。で、斉藤さんを代表に選んだ同月のですね、同年の5月10日の党総会に関しても、党首と選任手続きに関しての規定すらも書いていると。で、書いてるんだったら、やり方自由なんじゃねえのって話になりません?っていうことなんですよね。それこそ、例えばなんですけど、毎週水曜日に、党総会に関しては開いてるんだから代表者を辞任すると、特にこの件に関しては、丸山穂高さんに関しても、存在してたわけですからね。そして、有権者である党に貸し付けを行ってる債権者だったりとか、党員の方々が集まって、わざわざですよ、そういう委任状も、やってるわけですから、そのことについても考慮されるべきではないかっていうのが、僕は高裁とか、最高裁の方でね、特に最高裁に関しては、民意っていうのがですね、まあ、認められてるわけでございます。これ皆さん分かってると思いますけれども、最高裁判官っていうのは、選挙の時にですね、最高裁判官の、選挙とかっていうのをね、選ばれたりとかして、るわけでございますから、この民意っていうのを少なくともですね、最高裁判所、高等裁判所は判断する要因の一つにはなるんではないかなというふうに思ってしまうんですよね。でも、まあ、規約の話になってくるのか、手続き的な形式的な話になってくるのかっていう。だから村岡さんもこの件については言ってるんですよね。例えばなんだけど、なんか国政政党というものの存在意義っていうのが、手続き的なもので、完結することが適切であるのかどうなのかっていうことを解いていきたいっていう話をしてるんですね。ああ、これ確かにその通りですよねと。特に、そもそも国政政党の法人格っていうのは、法律上の中で、規定されてる政党助成金だったりとか、法人格扶養法だったりとかっていうので規定されてる内容に過ぎないので、例えばなんですけど、政治団体っていうのは、法務省でね、なんていうかな、形式的にはこういう団体が存在してますよっていうことを規定することはできるんだけれども、そもそも政治団体っていうのは、そういった同じ意思を持つ人間たちが集まってる団体に過ぎないでございますから、サークル活動と同じだからね、ちなみに言うけど。いや、そうなんだよ。で、法務省に持ってって、初めて政治団体と認められたんだったら、政治資金収支報告書とか、政治資金規正法とかっていう、もろもろのね、影響を受け、なんか特例とかが受けれるかもしれないけど、別に、なんか、なんだっけ、町のね、役員会だったりとか、PTA とかと同じくくりになってるわけですよ。その届け出してなかったらの話。っていう、その延長線上に存在し得るものなんだから、これはちゃんと最高裁に持ってって、どういうふうに最高裁判官が、判決をね、判断をするのかっていうのは、するべきだろうということを村岡さんは言ってるに過ぎないでございますから、そうだよねっていう。いや、高裁持っていくべきじゃないっていうふうに思うわけですよ。それを、なんていうのかな、いや、違うんだとかっていうふうに言うのは、あまりにも国民のことを思ってなさすぎませんかっていう話なんですね。特に、アンチの方々、どの政党を支持してるのかわかりませんけれども、政治っていうのは基本的に政治団体だったりとか国政政党が、その一つ一つの法案に関してをですね、吟味し、そして審議し、そして決定をして、新しい法律を施行して、スタートさせるわけでございまして、そこの内容についてを、立花さんが新しい判決を持ったら、いいんじゃないかっていうふうに、やってることについて何が批判があるんですかっていう僕の中で。だって国民のためにやってるんでしょこれって。思わない?そう思いません?大津さんが控訴しないんだ。最高裁判所の判決が出てるんだっていう。これ国民のためになってません?もしかしたらアンチの方々の中に政治団体を立ち上げるって言ってる人たちがいたら、これは、ね、立花さんが立ち上げたね、例えばなんだけど最高裁の判例をもとにですね、党内規約を決定することもできるわけじゃないですか。ね。そういうことですよ。立花さんがやってることっていうのは合理的でしょっていう話なんですね。
だから、頭からですね、腹から否定するんではなくて、彼らがやってることについて、一定の理解、考慮をした上で、なんていうのかな、やるべきではないかというふうにね、僕は思うんですが、皆さんどうでしょうか。はい。ということでね、交際の方に持っていくということでね、他の国政政党が果たしてね、解任に関してのきちんと規定を設けてるかっていうと、やっぱりどの政党に関してもね、あたりが甘いと、このあたりが甘いと。法律ではね、解任であろうと辞めていく人間の承諾をね、書面に出さなきゃいけない。今回はですね、我々はそういうことが出せなくて困っていたと。国政政党の政治が停滞してしまう、このことについて他の政党、国政政党にとってもいいことじゃないと。そういう点を含めて最高裁の判例、判断っていうのをですね、仰いでいきたいということで締めくくられました。僕もこの件に関しては合意という話なので、だって今の自民党総裁である岸田さんがずっと残ってもいいって判決だからね、今のままだったら。そうですよ。そこが僕は嫌だから控訴すべきだって話をしてるんですよ。今の岸田さんがずっと政治に居座り続けると日本が壊れちゃうから、今岸田さんを、多分彼は、自民党総裁選で負けたとしても、いや、自民党総裁の立場を降りないとかっていうことはないと思うけれども、それができちゃうって判例だからね。そうでしょ？だから、高裁とかに持ってって、きちんと規定するべきだという話になるということで、今回は締めさせていただこうかなというふうに思います。以上です。面白いと思いました。チャンネル登録と高評価ボタンの方よろしくお願いいたします。